高長行高孔長行長孔五百四十一年から五百七十三年五月は、中国の北西の皇族。長行は、字で、一名は、孔、高官、意味がわ孔に残った秘文から宿。蘭陵王、蘭陵武王、または、ら、両王の王号で知られる。本願は、北海軍、県、現在の河北省高水市経験。祖父は高官。 孔清の四男。兄に、孔隆志湯、孔隆、孔隆、弟に高延州、隆つぐし姉や妹に、楽安長公州などが数人。文、剪定、公用をはじめ北西の皇帝は、ほとんどがおじか、いとこにあたる。五百四十一年、孔清の四、男として生まれる。孔清には、多くの妻がいたが、長行きの母は、 兄弟の中で唯一生命が負傷。549年に、闘技の重臣である父が暗殺されると、同母帝の高陽、長幸の叔父がその仇を討ち、翌年には、闘技の後世帝に前城を迫って、北西を建国した。そのため、高長幸は、皇子の着流にありながら、北西においては、暴流の皇族となった。557年に出資して、 三期二郎に任命される。翌558年には落城県開国公に封じられ、職有八百校を課し、翌々年には、義堂三氏の栄誉と、両左右大将軍に任じられ千0を活用された。560年3月、兄の高校が、高安首相に、長幸は、助手の乱領王に封ぜられる。乱領軍は、現在の三島省臨義市に位置する。 同年の8月以降、1500戸を加増され、中領軍に転じる。後の562年に使い辞説、都督兵州諸軍事及び兵州志史に累進した。当時の兵州は、北は特厥、西は北州に面する前線地帯で、特厥が福との信用に侵入すると、力戦して、これを撃退した563年12月に、 北州と突決の連合軍が信用を襲撃した、際の動向は不明。563年に別に、巨録軍会国公に封じられ、職有千戸が加造、両軍将軍に昇進した。564年、北州の最小のウ分守は、母の遠士が北西で生きていることを知ると、身柄の返還と両国の和議を申し出てきた。竹制定は、 重心の男性の反対を聞かずに、演誌を送ると、果たして、宇文守るは、約定を破り十一月に、うふみのり、上地慶立ち、景武氏らに十万を預けて、落葉を包囲させた。高長行と国立港は創直により、救援に、向かったが、三に陣取った北州軍のために、麓で足止めされてしまう。しかしがからを連れて、来したため、が、 左軍、高長行が、中軍、国立港が遊軍となって、北州軍と対峙した。男将が、部分守れの雰義を阻しると、北州軍が山を登って攻撃してきたため、北西軍は退却しながら、疲弊を待って反撃したため対象した。その後、高長行は五百機を率いて、北州軍に対して、再突入し、落葉城塞、北住の金、城にたどり着いた。 しかし、包囲が厳しかったため、城の守備兵たちには、高長行きの率いる部隊が味方かどうかわからなかった。そこで、高長行きが兜を脱いで素顔をさらしたところ、当時、将兵は、戦闘時に、兜と共に、鉄の仮面をつけ、頭と顔を防御していた、味方であること知った、守備兵たちは石弓を下ろして開門し、このことにより、北州に勝利したという。北の兵士たちは、 乱陵を入り人局という歌謡を作り、彼の勇猛を称えた。この逸話が変化し、東大には、その美貌が兵卒たちの士気を下げることを恐れ、常に仮面をつけて戦っていたという、現在知られている伝説が誕生した、東大の冒記には、大面で北西。乱陵を長行きせいイいサム、しかも顔はカプジン。陣不足も、意的、の、国汚め仮面、隣人著の、 とあり、自身の夫人のような要望が、敵を威圧するのに足りないことを嫌って、機面をつけて先人に臨んだ、と記されている。564年12月、海部義道三次、光弘と同等の特権に加えて、少書令となり、後に、司州牧、青 a 二州を歴任した。570年7月に六少書時となり、翌571年2月に大位に上る。 同月に北州が来航したためこう長行きは、男性、国立コーラと共に迎撃を命じられた。一行は3月末に西の国境に到着したが、その地の柏屋城は極めて謙信な立地で、諸将は行為をためらった。しかし男性が柏屋城を落とさねば、国家に害を残す。今城は高いと言っても、木内は狭く冷やで、一網打尽にできると説得したため、 北西軍は城を陥落させるなど退場し、その地に、下国城を築いて帰還した。また6月に、断章と共に、帝洋城を攻撃していたが、古城が落ちないうちに、断章が病に倒れてしまう。断章の兵を引き継いだ、高長行は、病床の断章から計略を授かると、城の南東を手薄にして、城兵を誘い、その地に、精鋭船四人を副兵として潜ませた。 すると思う枠通り夜間に上兵が出てきたため、これを撃破して城を陥落させ城主の洋藩を捕獲した。さらに、北州のウフミノリが川州への助力のために将軍の単行界に石戸の城を築かせると、河長行は断昇とともに大軍でこれを攻めた。そうして、北州の大将軍の官官を尻ぞかせたが、ウフミノリが自ら特選して戦況がこ着したため、日暮れには、 両軍共に撤退した。こうした前後の選考により、巨禄、長楽、楽平、茅野などの軍功の別を受ける。また567年には使い自説、と督聖州所軍事及び聖州史史に任じられる。三の戦勝の後のこと、五種、甲抜きから敵人深く侵入したが、敗北を恐れなかったか。 と聞かれると、家の位置大事だったので恐れませんでしたと答えたことがあった原文、火事切れ、不覚水善。あとあるは皇帝を差し置いて、国家を家事として語ったことや、長きのイメとト部君の大きさから意味嫌った。長き自身もその気配に気づき、帝王にいた頃に、わざと戦利品をぶさぼって、評判を落とそうとした。俗称の上昇を願いに、それは逆に災いを招きます。 と指摘されると、涙を流して、安全策を通った。上昇願いが、病と称して自宅に閉じこもるほかありません。と答えると、長幸は納得はするも引退できずにいた。その後、実際に使用ができたために自宅に戻り、南の郊外に、真が進行した時には再び起用されることを恐れて、治療を拒否していた。しかしそれも一時のことで、 国立公が粛清された翌月、五百七十二年八月には大芝に、翌五百七十三年四月には王の保物に任じられた。そして、同五月、あと、主より女雪のりが使わされ、毒薬を賜り自殺した。この時王妃である帝氏に、私は忠義をもってことに当たったが、一体何の罪で、天は沈毒を賜すのかと嘆くと、帝氏は、 今からでも、陛下に申し開きはできないのでしょうかと泣きがら、訴えたが、う長幸は、今さら、どんな訴えが聞き入れられようと答え、再建の類をすべて焼き払わせ、商用として死に臨んだ。後に、仮応えつ、支持事説、並び合お、英子定五州所軍事、大使、大公光及び、平州志士を追贈され、送り縄、部と言った。去年十三、竹平五年、 五百七十四年六月十六日に、行場の西北十五里に埋葬された。天氏は、夫の死後、自らの首玉を、義兄の高校、次男に買い取ってもらい葬儀を行おうとするが、義弟の高野部衆、伊豆の涙に濡れた手紙でいさめられたという。また、国立校に続く、高長行の死により、北西の国力は著しく低下、北州や、今まで、 軍事的に圧倒的な有利さを保持していた南朝の張りに対する優位を失い梁を継いだが領土や国力が大幅に縮小した賃にすら国土を侵食される羽目になる。国内では軍、高と呼ばれる戦費系武人と漢族を中心とする文人官僚が内部構想を繰り広げていたが北西後期になるとさらに温災害と呼ばれる。 皇帝側近の勢力が構想に加わり、これら三者による対立が激化して、北西の求心力は低下していた。肝心官僚と恩災祝いによる内紛が続き、国内は混乱した。このような状況の中、北州の武帝の侵攻に対応できず敗北を続け、五百七十七年に滅亡し、武帝は北西の旧皇族である皇一族や北勢の進化地に、 寛大な処置で臨んだが、後に後、主や北西の章は悲鳴に倒れた。北西諸は、たとえ国立公が死を賜り、副敗の兆しがあったとしても乱漁王に全権を与えていれば、結果は文化なかったという評価を記す。1999年に二人の考古学者が、龍門セックスで発見した、造造名に、高永まの孫である高本館が、永永永留二年。 六百八十一年に防母である長子の、供養のため流門石窟の千仏騰道に、地蔵菩薩像と観音像を収めたと、う記録がなされている。高長行の後継ぎについての記録はないが、これは、高長行に子孫が存在しており、後世に、少なくとも、唐の高宗の時代まで生き残っていたことの、証とされている。流門石窟の千仏騰は破壊と洞窟がひどい、ものの、 高本館が収めた地蔵菩薩像と観音菩薩像は高い場所にあり、なおかつ光の当たりがたい場所にあったがゆえに破壊を免れていたようである。穏やかな顔つきの人物であったが、心は勇敢であった。また、恩用剣備と師書に明記される微生と礼顔に加え、将軍であっても祭事は自分で処理した果物を送られた際、わずかでも小卒に分け与えた、 過去に説盗で面刊になった部下が、後に、軍中で長生きの怒りに怯えていると懲罰を与えて、安心させた、朝廷からの帰りに、十僕らが待っておらず、一人で帰ったことがあっても、罰しなかった、軍功をた,たえて、武政廷から二十人の美女を賜った時、一人だけ選んで辞退したなど、配下の将兵をいたわる謙虚な人物でもあった。また、 北西の将は家臣を得る際に、商人、名神、少年などを選んだが、ただこう、こうこう、こう長行きのみは、文芸清式の詩を選んだので称賛された。しかし、理芸を嫌っていたわけではなく、家には投げ壺、矢を壺に投げ入れる遊び道具があり、舞踊についても、基礎の持ち主で個人の踊り子を指導したことがある。1894年に、 河北省官端市事件の流僧村で、最高区大越大師大移行乱領中部王妃と、大された、高永幸の母妃が発掘された。母妃は、流僧村にある、乱領王墓に保存されている。碑文は、高永幸の一生のほか、裏面には、彼の弟の高野部宗による兄にあてた詩が一種、刻まれている。有望な武将でありながら、美貌の持ち主であり、 なおかつ主君に妬まれて、悲劇的な最後を遂げたことから、人気は高かった。特に、蘭陵王入り人曲は、当代に、日本に伝わり、画学の演目、蘭陵王、両王として演じられている。また、京劇では、近年の新作の題材としても取り上げられている。2013年には、台湾と中国の合作テレビドラマ、蘭陵王が制作され、ウィリアム・フォンが演じている。 日本の小説では曲を題材にした三島幸夫の乱了王夜行》長幸の本人を題材にした田中良樹の乱了王がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。